ネジになってます。はい、大丈夫です。はい、じゃあ開けてください。あのね、わざとイライラするように大きく作ったんです。はい、マシントラブル。マシントラブル入りました。はい、サポートのマシンを1台選んでください。はい、じゃあガチャを回してください。はい。パンクタイヤやってみたいです。え？パンクタイヤやってみたい。パンクタイヤ意外にちゃんと普通に走っちゃったりするんですよね。それは困るんだよ。手がかす。はい。あのイライラするようにわざと大きく作ったんです。あ、なるほど。はい。視界不良当たりました。これつけて三周行ってください。はい、ネジになってます普通の、はい。さあ何が当たるでしょうか。わざとでかいですからね。あ、コースミス。痛恨のコースミスです。隣のコースを3周してください、はい、一番楽なやつ来ました。ラッキーでした。ラッキーです。あっちを3周してきてください。で、3周したらピットインして入っちゃってください。フリーコースを一番いいやつですね。カタカナが見えたんですけど、あれパンクかな。あ、パンクっぽいんじゃないですか。取れない。手がカサカサできる。パンク。パンク発生しました。じゃあここでパンクタイヤ交換をしてください。対角で。はい。タミヤランのホイールなんて多分みんな合うと思うんですよね。標準だから。これやっぱあれですかね。どっちがパンクにした方がいいとかってあるの？あのね、昨日初めてやったからよくわかる。実証実験してないっていうか、昨日一回だけ走ってもらったんだけど、あの普通に走っちゃうなぁなんて言ったけど、バタバタ言うんでタイヤが。左回りだから左につけた方が良かったのかもしれないですね。はい、じゃあ3周行ってください。落ちた。そうなんだよね。さあ、2往復目です。でーん、マシントラブル。サポートマシンですね。はい、軽トラで行ってください。軽トラ入ります。8番ピットイン。